はい。それでは本日は、令和5年度2級建築施工管理技地第1次検定の前期、問題1番から問題17番までをサクッと解説していきます。今回の問題に関しては、まず丸が優しい、そして三角がやや難しい、そしてツが難しいという形で3つに分けさせていただいております。それでは今回1番から入っていきたいと思います。まず1番は、湿度及び結露の問題になります。1番と2番が新規問題、そして3番、4番が過去問から出題されている問題になります。結果から言うと、こちらの問題は非常に難しいかなと思いました。 理由はこの過去問に関しても完全一致ではない類似の問題が出ているからです。なので基本的にほとんど新しい問題が出ているということですね。1番に関しては答えは1ですね。単位乾燥空気中の水蒸気の質量に関しては相対質量ではなく重量絶対質素となります。続いて2番、証明に関する問題です。こちらも新規問題が2つ出ております。そして過去問は令和3年から2つ。そして最後のやつが完全一致ではないが類似というものですね。 光源の色を表す温度に関しては、ルメンではなくケルビンが正解となります。次いで3番。こちらはやや簡単だったかなと思います。こちらに関しても、令和元年、そして令和3年からの出題となっております。こちら、答えは1番で、無彩色とは、色味を表す色相や明るさを表す明度を持たない色と書かれておりますが、明度は持ちますので、この1番に関しては不正解となります。次いで4番。木造在来軸組工法の問題になります。 こちらも令和元年 3, 年3年3年3年からの取材となります。こちら、答えは2番が正解となります。圧縮力を負担する木材の筋替えはと書かれておりますが、引っ張り力の数字となりますので、こちらもしっかりと覚えてください。続いて5番。鉄筋コンクリート構造物の問題になります。こちらに関しては、やや難しかったかなと思います。理由はこの平成25年ですね、10年ぐらい前からの取材、そして新規問題があります。そして令和3年前期が2つとなっております。答えは1番。 この構造体力上主要な部分である柱の主金の前段面積の割合はコンクリートの前段面積の0.4%と書かれておりますが0.8%が正解となります。続いて6番の問題もやや難しかったかなと思います。2番と4番が新規。そして3番に関しては完全一致ではないんですけども令和3年。そして1番に関しても令和3年となります。答えは3番。溶接と抗力ボルトを併用する継手で 溶接を先に行う場合は両方の許容体力を加算できないのでこれは今回しても良いと書かれていますができないが正解となります続いて7番基礎食いの問題になりますこの基礎食いに関しても過去問から全て出題されております結果から言うと2番が正解となります既成コンクリート食いの埋め込み工法の一つで杭の中空部から掘削度を排出しながら杭を圧入する中堀工法は 杭の小さなものと書かれておりますが、杭系の大きなものの施工に適していますので、今回は小さいではなく大きいが正解となります。8番、こちらの問題に関しては結論パスをしても大丈夫と思います。この構造設計の問題なんですけども、まず答えは1番です。ただ1番なんですけども、令和3年の後期から取材されておりますが、こちらも完全一ではありません。そして平成28年と、この前期後期が始まる前の問題、そして新規問題が2つになりますので、非常に難しかったです。 この地上部分にある層の作用する地震層せん断力は算定しようとする層のこの固定荷重と積載荷重の輪ではなく支える荷重にその層の高さ地震せん断係数を常時で計算しなければいけないためこの8番に関しては非常に難しいんですけども1番が答えとなります。続いて9番の問題に関しては結論パスをしてもいいです。こちらの問題も非常に難しくなりました。こちらの解説をすると非常に長くなるんですけども一旦解説をしていきたいと思います。 今回の問題、このような台形の荷重がかかっているんですけども、これのセンターのまとまった力を求めなければいけません。ただ、この台形に関しては、この直角三角形とこの長方形を合わせたものを作らなければいけないというものですね。なので、このように直角三角形と長方形で分けます。この直角三角形と長方形の重心の位置の間、ここを求めなければいけないというものになります。これの求め方が断面一時モーメントで求まるということですね。 S, s イコール a かける x 0で求められるということですね。これが非常に難しいです。まずはこの直角三角形の面積がこれ。そしてこの長方形の面積がこれという形になります。なので s イコール a の部分が2つともこれで分かりました。そしてあとは y 軸からの重心ですね。こっちが x 軸、こっちが y 軸になっております。この y 軸からこの中心までの距離。これをまずは求めていき、この求めた数字とこの面積ですね。これを掛け算してあげるということです。 これをこの直角三角形の場合そして長方形の場合で求めてあげるとこれになります。なのでこれとこれを足し合わせたものに関してはこの重心の位置ここが決まるということですね。なのでここの位置とここの位置のセンターここはこれプラスこれで求まりますので結果から言うとこのセンターの位置が9分の 4L という形になります。これでやっとこの中心センターの部分が求まったということですね。そして中心のセンターにかかる力は2分の 3WL という形になります。 これは、延直荷重、VA、そして VB、これと繋がるものになるということですね。点 VB における曲げモーメント M イコール0と仮定すると、このような式が浮かび上がります。そしてこの式を VA の形で解いてあげると、VA イコール3分の 2WL となります。垂直方向の力の釣り合いの公式により、VA プラス VB マイナス、この力ですね。こっちは上向いているので、こっちがプラス、こっちがマイナスということですね。これをすべて計算してあげると、答えは、 Vb イコール六分の五 WL という形になります。Va に関しては三分の二 WL となりますので、Va 対 Vb イコールこのような対比になります。これは三分のと六分のとなっていますので、これを六かけてあげるということですね。お互いに六をかけてあげると四 WL 対五 WL となりますので、この WL を取ると四対五となりますので、今回の問題に関しては Va 対 Vb は四対五になりますので、四番が正解となります。 次で10番、結論からとこちらも飛ばしてもいい問題になります。こちらも簡単に説明すると、まずは延直方向の力 VA と VB を求めていきます。点 A における曲げモーメントが M0 より MA イコールマイナス M プラス M ですね。この時計回りと反時計回りでかかっているので、こっちがマイナス、こっちがプラスという形ですね。これで v b かける3 l ですね。これで解いてあげると、マイナス 3LVB イコール0となりますので VB イコール0。 そして垂直方向の力のすり合い式により VA プラス VB イコール0より VA は0というのがわかります。なので今回の問題は VA と VB が0であることから A 点から C 点までの区間及び B 点から D 点までの区間に関しては力が作用していないことがわかります。なのでここからここ、ここからここに関しては0が続くということですね。なのでこの2番と3番に関しては力がありますのでこの2番と3番に関しては不正解というものがこの時点でわかります。 結果絞られるのが1番と4番になります。今回の問題、もしこの A 点からこうスタートしていくと仮定すると、ここで一回区切ります。このように A 点からスタートして点 C で一度区切ると、下向きのモーメントがかかっているのがわかります。このようにこうかかっているんですけども、一旦ここで切ると、このようにですね、こうかかっているということですね。なのでこのように下向きにかかっているというのがわかります。この下向きにかかっているというものは、モーメントはマイナスが上側にこう作図をしなければいけないので、 プラススがが下側、上側上マイナスという形ですね。このようにマイナスに向いているので今回はこのように上向きにこう削除していくというものになりますまた逆の点 B からスタートして点 D で一度区切ると点 C と同様に上向きにこう図をするという形になりますこういってですねここで区切るということですねここで区切ってあげるとこのような力が飾られておりますなのでこれは下側に行っているのでこう下に行くということは 上にこう作図をしなければいけないというものになります。なので今回の問題は、こことここを上にこう作図しますので、結果から言うとマイナスの力がかかっている1番が正解なので、今回の問題は1番が正解となります。続いて11番。コンクリートに関する問題となります。こちらも令和3年、令和3年、新規、そして平成29年の前期から取材されております。結果から言うと4番が答えとなります。この硬化後のコンクリートの引っ張り強度に関しては、 圧縮強度10分の1程度でやれますのでこちらの数値もしっかりと暗記してください続いて12番の問題になりますセラミックタイルの問題ですこちらも平成29年令和元年令和3年そして平成30年からの取材となります結果から言うと4番が答えとなります屋外壁のセメントモルタルによるタイル後張り工法で施工するタイルは裏足がなくてはならないので4番が不正解となります続いて13番防水材料です この防水材料に関しても、新規、令和3年、令和元年、令和2年からの主体となります。今回の問題は、この令和3年からの主体が答えとなります。絶縁用テープではなく、ストレッチルーフィングは、防水層の末端部に使用し、防水層のずれ落ち、口開き、そして剥離等を防止するために用いられます。なので今回は2番が不正解となります。続いて14番に関しては、内装材料の問題になります。こちらも、令和3年、令和3年、令和3年、平成30年からの主体となります。 答えは3番です。強化石膏ボードは、新材の石膏に油脂を染み込ませと書かれておりますが、油脂は使用しません。これは油脂を使用すると燃えやすくなってしまうので、そもそも防火性を有するこの石膏ボードは、この油を使用してはいけないというものになります。今回の問題は3番が不正解となります。結果、この1番から14番までに関しては、この丸の問題に関しては、8問ありました。なので、 9問選択しなければいけないうちの丸が8個あったので、まあ、9分の8点は取ってほしいかなというものになりました続いて15番から17番までを解説していきます15番に関しては校内舗装工事になりますこちらも令和元年令和元年令和元年平成30年からの主催となっております答えは1番となります一応こちら令和元年なんですけども完全1ではありません路盤材料に用いられるクラッシャランは岩石を裂いたまま振り分けのしない 最石のことを言いますので、1番に関しては不正解です。続いて16番。こちらは建築物の電気設備の問題になります。こちらも新規、平成30年、令和3年、令和3年からの取材となります。結果、答えは4番です。PBX は照明設備ではなく電話設備となりますので、4番が不正解となります。そして17番。こちらも非常に難しい問題になりました。給排水設備の問題ですけども、令和3年と 平成30年からの取材、あとは平成22年から、だいぶ昔からの取材となりますので、今回の問題はこの部分が非常に難しかったかなと思います。そして答えは3番なんですけども、この平成30年、完全一致ではないので、ちょっと難しかったかなと思います。今回の説明に関しては、ポンプの直送方式ではなく、水道直結増圧方式のこの内容となっておりますので、3番が不正解となります。今回、このような15番から17番までに関しては、 この17番だけ三角のため、丸の問題が2つということで、3分の2は解いてほしい問題となりました。以上、今回問題1から問題17番までを解説させていただきました。次回は問題18番から説明をしていきたいと思いますので、そちらもご覧ください。今回はこれで以上とさせていただきます。ありがとうございました。